南九州の防衛、陸上自衛隊の第8師団が装備する19式総輪自走 55mm 榴弾砲洋上に向けた射撃訓練を、実施がマジで、やばいとの情報をキャッチしました。今回は、陸上自衛隊の第8師団が装備している19式総輪自走を詳しく見ていきますね。第8師団は、現在、中国軍の侵攻を防ぐことを主目的とし、機動師団として、迅速な展開が可能で、その能力は、日本でも屈指の実力です。中国は、なかなか手を出せない状況だけど、一発エクスカリバーは1000万円近くするだよね。陸上自衛隊の第8師団は、熊本県の熊本市北区に司令部を構える機動師団と呼称されている部隊であり、隊員数はおよそ6100名ほどを有し、司令部の置かれた熊本県をはじめ、宮崎、鹿児島の3県を担当地域として管轄している。この第8師団は、1962年に創設が行われた部隊であるが、前述した熊本、宮崎、鹿児島の3県に対する地域の防衛を担い、かつ、同域への災害発生時の対処を行う部隊として、西部方面隊の指揮下にあり、鎮西部隊とも呼ばれている。鎮西とは、古より九州地方を指す古語であり、かつての日本の歴史の中では、鎌倉幕府が、九州地方の治安維持のための鎮西短大と設置したことでも知られており、続く室町幕府では、同様の役割を持つ九州短大を置いて治安維持を図った。そんな歴史と伝統を持つ日本の九州地方の防備だが、太平洋戦争後の旧ソ連とアメリカとの冷戦時期には、陸上自衛隊の主力部隊は、北海道に配置する体制が長らく続けられ、旧ソ連の侵攻を阻止することが最大の課題とされてきた。これは太平洋戦争の末期、当時まだ有効であった日ソ中立条約を一方的に破棄した旧ソ連軍が満州や樺太、そして千島列島に攻め込み、それらの地を自国領に組み込んだ苦い経験から北海道への上陸を阻止する狙いがあったゆえである。しかし、当の旧ソ連が1991年に自然崩壊を迎えたため、以降は陸上自衛隊における第一の防衛目標は旧ソ連と入れ替わるように、経済発展を糧に勢力を台頭させてきた中国にシフト、その中でも南西諸島の防衛が大きな比重を占めるように変化した。こうして、今の陸上自衛隊の第8師団は南西諸島方面の防衛、すなわち、その方面への中国軍の侵攻を阻止することを第一の目標に定め、在日アメリカ軍の海兵隊と共に、それら島しょ部への中国軍の上陸を阻止する役割を担っている。政治的には、2014年からの中期防衛力整備計画において、陸上自衛隊の第8師団は、有事の際には、通常の管轄領域である熊本、宮崎、鹿児島の3県をも超えて、緊急に展開が可能な部隊と位置づけられ、機動師団とされた。このため、第8師団は、1個即応機動連隊及び2個普通科連隊機関を中核とする部隊に改められ、2018年度の末には、鹿児島県の奄美大島に、トラ列島及び奄美群島を防衛する駐屯地を新設、南西諸島防衛の強化を図っている。そんな陸上自衛隊の第8師団は SNS の公式 X、旧 Twitter 上で2024年6月12日に情報の更新を行い、同師団が2024年5月30日から6月6日にかけての期間、鹿児島県に所在する佐田射撃場で射撃訓練を行ったと報告した。当該の第8師団は SNS の公式 X、旧 Twitter 上では、会場の敵目標に対する射撃訓練を実施したと述べられており、各種のセンサ類を用いて部隊の持つ火力戦闘への指揮能力並びに射撃精度を高めたと記述されている。そこには、その射撃訓練時の様子を収めた4枚の写真が添えられており、総輪式の自走砲や迫撃砲の射撃時の様子や、ダマギの観測を行っていると、おぼしき隊員の姿が確認でき、陸上の火砲類で、洋上への射撃訓練が行われたことが見て取れる。この第8師団の SNS の公式 X、旧 Twitter 上の内容、添えられた写真の中でも注目を集めたのが、
射撃を行う装輪式の自走砲で、これは2018年度までに開発された19式装輪自走 155mm 榴弾砲である。それまでの陸上自衛隊における野戦砲としては、1960年代後半に当時の西ドイツ、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を行った FH70-155mm 榴弾砲が採用されており、1983年から日本製鋼所がライセンス生産を行ったものだった。FH70-155mm 榴弾砲は、アメリカ軍が採用している M777 と同様の牽引式の榴弾砲であり、陸上自衛隊においては、本体を前述したように日本製鋼所がライセンス生産し、現スバル社製のエンジンを積んだトラックベースの牽引車両とセットで運用されている。陸上自衛隊における FH70-155mm 榴弾砲は、2008年度までに総数で422門が日本本土の各師団及び旅団に配備され、これは開発国の西ドイツ192門、イギリス67門、イタリア162門を大きく上回る数でもあった。ただし、FH70-155mm 榴弾砲は日本とイタリアを除いては、西ドイツ、現ドイツでは2002年、イギリスでは1999年に、すでに全門が退役しており、配備からの年数の経過と、ことに、陸上自衛隊においては、野戦砲自体の数量の削減もあり、代替が進行している。これらの中で、ドイツは、FH70-155mm 榴弾砲の代替として、早期式車両である BZH2000 自走り榴弾砲を採用しており、陸上自衛隊においては、装輪式車両である、19式装輪自走 155mm 榴弾砲が、その代替を担う位置づけとなった。ドイツの早期式車両である BZH2000 自走り榴弾砲と異なり、19式装輪自走 155mm 榴弾砲は、装輪式の自走砲であるため、種別としては、フランスのカイサルや、スウェーデンのアーチャーに類する兵器と見さされている。これら陸上自衛隊の19式装輪自走 155mm 榴弾砲、フランスのカイサルや、スウェーデンのアーチャーなどの装輪式の自走砲は、トラックベースの荷台に榴弾砲を搭載した車両であるため、移動や展開の速度には優れていると見されている。しかし、ドイツの BZH2000 自走り榴弾砲などのような早期式車両の自走砲に比すれば、本体の防御力という点では劣ることは飛行上避けられず、敵からの攻撃に対する脆弱性は課題であると見る向きも多い。今も続くロシア・ウクライナ戦争において劣勢が伝えられるウクライナに対しては、アメリカを中心に、牽引砲である M777 が供与されたが、自走砲と異なり、陣地転換に時間を要するため、かなりの損害が伝えられている。そうした M777 等の牽引砲と比すれば、陸上自衛隊の19式装輪自走 155mm 榴弾砲は、攻撃後の迅速な陣地転換が可能であるため、その点では、従来の FH70-155mm 榴弾砲よりも生存性は高められているとも言えそうだ。何より、日本は、現在、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあるウクライナや、ドイツと国家として置かれた地理的な環境が全く異なり、後者の国々は、有事と慣れな地続きで、他国の軍の侵攻を受けることが明白である。日本の場合は、幸いと言うべきか島国であり、周囲を広大な海によって隔てられているため、敵の大隊が侵攻を行うには、艦船による上陸作戦を敢行する必要があり、これらを接近させないことが肝要となる。その意味で、陸上自衛隊の19式装輪自走 155mm 榴弾砲は、今回の射撃訓練に見られるように、敵の艦施設等の洋上の目標を砲撃する任務を担っており、BZH2000 自走り榴弾砲等ほどの防御力は求められていないとも言えよう。ただし、そうしたケースでの使用が求められる19式装輪自走 155mm 榴弾砲においても、洋上の敵の艦艇に砲撃を行い、損害を与えるには、正確な射撃が必須であり、それには、
使用する砲弾の誘導が肝となるだろう。 155mm 砲弾としてアメリカがウクライナに供与した中では M982 エクスカリバー砲弾が誘導砲弾として著名であるが、同砲弾は誘導機能に GPS を採用しているものの、ロシア側の電子戦によって大幅に効力を失っているとも言われている。もともとウクライナに供与された M982 エクスカリバー砲弾は絶対数も多くはなかったとされているが、2023年初め頃までおよそ半数以上の命中率を誇っていた同弾は、その後はロシア軍の電子戦の強化で1割以下にまでその命中率が下降したと目されている。この戦訓により誘導方式が GPS のみでは容易に電子妨害によって無効化されてしまうことが判明しており、今後は別の電子妨害にも強い誘導方式の導入がなければ大きな戦果を上げることは困難とも目されている。